スクールスタードリームは、主に角川を中心として展開されていたメディアミックスプロジェクト。ゲーム開発の葬式は、キミキスやフォトカノを手掛けた杉山一郎が行っていた。ゲームは当初リズムゲームとしてリリースされたが、10ヶ月の長期間メンテを経た後、運営が移管され、アイドル応援ゲームとして再リリースされた。小中高一貫校の 星の宮学園を舞台としている。プレイヤーは一生ととなり、マネージャーとしてアイドルコースの生徒の成長を見守りながら応援するストーリーとなっている。スタドリレデイ・オーは、2015年12月19日から2016年1月26日まで、オッイズ泉にて、各週火曜に配信された、ウェブラジオ。第3回の配信後に第4回が延期。 そのままゲームのシステムの変更、運営元の変更を経て、サービスが終了したため、事実上、第3回が最終回でもある。パーソナリティは、脇安美、ブリードカットセーラー、エミ、近藤玲奈、田辺瑠衣、日岡香夏美、吉野由奈から、3名ずつのローテーションとなっている。ありがとうございます。